い建物、リトルプリンセス。おしゃれね。謎のホテル君が現れたぞ。ホテルオーラ、ホテルサリ。でも席のドライブインか。一区間だけ乗るか。とりあえず明白風呂ただだし。ドライブインやってくる？いや、特にないです。何もないもんな。一回そうって言ったことあるもんね。うん、取りすぎじゃないのかな。
てーおー久しぶりにガチパッシングした大丈夫かな、すごい不安だ。ダメだよ、嘘だろここ来たんだよね、逆走して。したい、いや大逆走したね。ねいやー、リアルで見たい、初めてよ。うん、本当にやるんだね。ねえ。まあ、高速よりは確かにちょっと分かりにくいのかもしれんけど、いや、こんだけ書いてあるかな、うん、マジか。え、ちょっと切り返せるんかな、あのおばあちゃん。いや、無理、どうなるん、まあ、無事を祈るわ。うん。国民性みたいな話に持っていくとすると、あの、日本人ってブレーキ踏むのが苦手な民族なんだよね。慎重なんだよ。めちゃくちゃ慎重に始めるときめちゃくちゃ慎重なんだけど、いざ始めるとブレーキ踏むのが苦手なの。動かし出してしまうと。もう引き返せなくなっちゃう。あの、行動を修正しながら、あの、ミッションを達成するっていうのが、非常に苦手。だから、まあ、俗に鉄道型とかって言った人やけど、準備はめちゃくちゃするわけよ。鉄道を敷いて、ちゃんと通行できるとかって見えてやるんやけど、いざそのルートが間違っとったってなった時に、もう、曲がることできやんや。鉄道のレールの上走っとるから。曲がることもできやんから、って言って、あとはもうブレーキを踏むしかないんだけど、ブレーキもなかなか踏むっていうことをためらってしまう。一応現象としてはコンコルド現象っていう名前でしたけど、英語だとコンコルドシンドロームか、症候群っていう名前になってもいいけど、確か。あの、コンコルドっていう超音速機を作った時の、あの話が元になっとって、あれを、あの、西側諸国の、あの、威信をかけて作るっていう、やったよ、やって、いざ作り始めてみたら、とんでもない莫大な予算がかかるじゃん、これって。フランス、あれ、フランスとイギリスの共同やったよ、やけど、あ、これ、半端なくかかるなっていう、いうふうになってきたけど、いや、うちがやめますって言ったら、もうすでに何兆円、何十兆とか使っとるからさ、あ、いや、言ったら、こっちの責任にされて、全部こっちが被らなあかんくなるって言って、いや、いやってなって。お互いが、お互いが、いや、大丈夫、大丈夫、大丈夫。西側の諸国にかけて、仲良くやろうね、って言いながら、やっとったけど、いざ作る時になったら、もう、何十兆とかっていう単位で、余計な額がかかってきてしまっとって。で、いざ運行始めたら、こんなの誰がどうやって元取んねんっていう、やつが出来上がって。だからといって運行やめるわけもいかんや。西側諸国の威信がかかってるってなってるから。で、動かし出してしまって、結果的にもうとんでもない大赤字を垂れ流し続けるっていう。今の逆走のやつ残っとるよね、これ。残ってるよ。残ってるね。パッシングしても伝わってるかな。伝わってない、伝わってない。じゃあ、しかない。今のところで曲がった方が良かったな。これだと駅前、駅前でも綺麗になったよね、本当に。そうだね、駅前ちょっと見てこう。これで駅前だから。うん、図書館もね、移転するんだよね。そう、ここに来る。あ、もう移転したのかな。したのかな。してない。で、ロータリーになってって言って。もういつでもね、
ったなぁ、うん、すごいガラッと綺麗になったもんね、うん、んカラス、うん、横断歩道なんかよくわからんけど、うん、さすがにね駅前郵便局がここにあってっていうね、綺麗になりました、うん、足りないのはもう興奮するだけだ。いいかい、ここから先遺跡方面ね、津軽方面が少ないというのはみんな知っているだろう、うん、だが忘れるな、名古屋方面も1時間に1本だ、うん、それを知らない人が多いからね、まあ、ここにね、でっかいマンションできたから、うん、本数増えたらいいな、別に増やせるキャパはあるはずだから、まあ事実上関西本線の終点みたいなもんだからまあ、うん、いや、その王将行ってみますか。王将行ってみようか、はい、やってるかな、アイドリングタイムになってなかったらいいけどな、うん、とても通しでなってるはず、うん